とんでもない人気を誇った伝説のバンド、ワンズ。90年代に青春だった人は口を揃えて言いますが、あの頃のリーズはワンズの足元にも及ばなかったと。そのリードボーカルの上杉翔さん、その歌唱力と作詞はとんでもない人気でした。わずか5年間という短い活動期間でありながら、怒涛のような勢いは今も語り継がれるほど、まさに彗星のごとく現れ消えていったという感じがぴったりでした。どうされているか気になったので調べてみました。上杉翔さん、中学の頃からヤンキーで悪さばかりをしてたとか。なんせ通ってた高校の水道の蛇口をひねると牛乳が出てきたというとんでもないレベルだったそう。しかしその頃にガンズ・アンド・ローゼズやラウドネスのようなロックにのめり込むようになり高校中退。その影響で当時ラウドネスが所属するビーイングの音楽スクールに通い出したそうです。しかし当時はロン毛に鼻ピアスという格好だったそうです。ビーイング主催のオーディションで音楽プロデューサーの長戸大光さんの目に留まり、同じ時期に採用された柴崎宏さんらとワンズとしてデビューしました。ちなみにこの長戸大光さんという人は三原淳子さん、ボーイ、ラウドネス、チューブ、ビーズ、ザード、大黒摩季さん、ティーン、ピーボラン、倉木麻衣さん、これだけのそうそうたる大物をデビューさせた人物ですが、後にワンズの存続に大きな弊害になってしまったのは、なんとも皮肉な話です。実は、ワンズはザードと同期で、同じ年にデビューしているんですね。後に、サタン泉さんが、楽曲提供もしてましたね。しかし、最初の3曲まではさほどヒットしなかったのですが、そんなワンズをメジャーにしたのは、なんと、あの大物女優だったのは有名ですよね。その人とは、女優の中山美穂さんです。事務所のご利用しで、デビュー2年目にして、中山美穂&ワンズという形でコラボさせられた。世界中の誰よりきっとが、180万枚の大ヒットを記録。このおかげで、ワンズはブレイクを果たしたのです。当時、若干21歳として、ワンズのボーカル、作詞担当として、ミリオンセールスを連発した上杉翔さん。なんと、1993年印税収入は、最低500億円あったといいます。余談ですが、同年の年間 CD セールスは、ワンズが2位で125億円、ザードが 133.3 億円で1位と、他もトップ10の半数がビーイング系で、まさにビーイングブームという現象になったほど。でも、これだけの成功を収めたのになぜ解散をしたのでしょうか。ワンズの内部では、1993年の大成功の陰で、深刻な状況が生まれていたといいます。事務所と上杉翔さんとの間でくすぶっていたという、音楽の方向性の違いが表面化してしまったのです。事務所は、とにかく売れる歌を、つまり、J-POP 路線の曲をあくまで要求しましたが、上杉翔さんは最初からそうではなく、中学生の頃、ガンズ&ローゼズを見て、音楽の道に進むことを決意したくらいですから、自分のやりたい音楽はハードロックで、商業目的の売れる曲ではないという、お互い矛盾が露呈することになってしまったのです。アニメ、スラムダンクのエンディングテーマとなり、ワンズとして最後のミリオンセールスを記録した、世界が終わるまでは、この曲について上杉さんは、世界が終わるまではで、それまでの自分の中のスタイルに終止符を打ちたかった、と語っているように、この作品は、これまでとの決別を意味していたといいます。最後に、思いっきり、事務所の意向に沿った、
ワンズっぽいのやろうぜ。と作った曲がミリオンセールなのですから。すごい才能というしかありませんよね。しかし、自分たちの望んだロックで、その次から出した。バーストクライムまでの3曲のうち、1曲でもヒットしていれば、ワンズとしては残っていたかもしれなかったそうですが、そうはならず、上杉さんと柴崎さんはワンズを脱退して、ユニットアルニコを結成するも解散。しかし、なんとビーイングは、解散するものだと思われていたワンズを、上杉さんとそっくりの性質のジャニ出身のボーカル、和久次郎を後釜に立て、存続させてしまったのです。そして、現在は、なんと第5期ワンズとなり、新たなボーカリストとして上原大使を迎えているワンズ。すなわち、ビーイングとしては、あくまでワンズというバンドは、プロジェクトの一つに過ぎないと、アピールしたかったというのもありますが、明らかに、事務所と揉めて辞めた者たちへの嫌がらせ、他の者への見せしめとしか見えないのも事実で、なんとも怖い世界ですね。そして、現在の上杉翔さんは、このような驚愕の姿に、にわかには信じれませんが、実際の姿です。ソロ活動の末、猫だましというバンドを結成し、ショウと名乗って、なんとネイティブアメリカンの姿で、ライブ中心で活動しているのだそうです。驚愕のスタイルですが、歌の方は全く衰え知らずで、というか、一層渋みを増しています。話は変わりますが、よく、ワンズと引き合いに出されるビーズは、後に、自分たちについて、こんなことを。僕たちは売れたのが、かなり遅かったから、ビーズが世間で騒がれるようになっても、天狗になることはなく、自分たちを冷静に見ることができた。と言っていて、これは、おそらくはワンズのことを、自分たちの反面教師にしてやってきたということなのではないでしょうか。人生の中でわずか5年、確実に時代の頂点にいたことが、振り返ると実感としてあるのだろうか。何かが狂っていたのか。上杉翔さんには、遠くに見える、まるで、蜃気楼のように感じているのではないでしょうか。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？大ファンだったワンズと上杉翔さん、これからも陰ながら応援しています。頑張ってください。ではまた次回お会いしましょう。